名倉です。今日はですね、90日間続けるための3つのポイントという話をしていきたいなというふうに思います。よくまあ、俺はですね、続けることに意味があるというか、続けるものしか、結果が出ないと、続けたものしか成果が出ないという話をします。これはでも本当に、聞けば当たり前なんですよね。続けたもの以外全く成果出ないんで、続けられないものはやってもしょうがないわけですよ。じゃあそんな中でね、続けるっていうことをやって、それが結果的にルーティン化されるかどうか、要するに習慣化されるかどうかっていうことを、いつも考えてるわけですけれども、そんな中でですね、自分の体験も含めて感じるのが、まず90日間続けること、これが非常に大事だなというふうに思ってるわけですね。俺はですね、禁酒っていうのをやってたんですけども、禁酒するにあたって最初の90日って本当にきつかったんですよ。でやっぱり最初の90日が、こんなに自分がお酒好きだったのかって本当に改めて思ったぐらい、本当にもともと酒なんか好きでもなくて、なんとなく飲み始めて、で原稿とか書くようになってから、なんか勢いをね、原稿の勢いをつけたいっていうのもあったし、好きな作家がチャールズ・ブコウスキーとかっていうこともあってね、酒を飲みながら原稿を書くっていうのになんか憧れてたのかもしれないけど、そんな感じでですね、酒を飲むようになってから、朝から飲むようになってですね、本当にひどい時は朝、テキーラをですね、テキーラが一番僕好きなんで、テキーラをショットで2杯飲んでからカフェに朝7時から行ってですね、原稿書くとか、ウイスキーですね、ウイスキーをですね、カバンに入れて、でそれをカフェまで持ち込んでですね、コーヒーの中に入れて、なんかアイリッシュコーヒーもどきの形でですね、飲みながら原稿書いたりとかね、してたわけですよ。その時とかもね、本当にコンビニで酒買うんですけど、ウイスキーとかを。だからそうするとですね、結果的にジンビームを買ったんですね。それなんでかっていうと、ジンビームだけが、プラスチックだったんですよ、その容器がね。他はなんかが瓶だったんで、ガラスの、なんか危ねえなと思ってて、だからそれを買うようになってたりとかっていう生活をしてたんですね。でその結果アル中みたいになっちゃったんで、お酒をやめることにしたわけですけれども、でやっぱり最初の90日がマジできつくてですね、本当にその時一番感じたのは、コンビニがやってること、夜中にコンビニがやってること、そしてそこに酒が売ってることを、非常に恨んだというか、これふざけんなと、ね、こんなことやっちゃいけないでしょと。で元々ね、酒売ってなかったわけじゃないですか、コンビニって。やっぱりね、売っちゃいけないよって、もうつくづく思いますよ。このアルコール中毒も含めて、ね、未成年の飲酒も含めて、本当は僕はね、売っちゃいけないんじゃないかなって未だに、思ってます。で話戻しますが、じゃあその90日間をね、続けるため、だから皆さんも人生変えようと思ったら、その未来につながるようなルーティーン、何らかのルーティーンをね、入れる必要があります。それは、再三言うようにですね、続けることでしか、成果が出ないんです。だからどうやったら続けるかっていうのを考える、もっと言うと続けられるものを考えるっていうことが重要なんですね。じゃあそんな中で続けるために、俺が考える3つのポイントっていうのがあると思ってて、まず1個はですね、時間的なスペースを空ける必要があるということなんです。でこれもなんか結構いつも言ってるんですけど、どんなね、怠惰な生活してるやつでも、とりあえず一応24時間こなしてるわけですよ。いろんなことを、いろんなルーティンをこなしながら24時間生きてるわけです。だから、今現在の、生活ペースっていうのがあったとしたら、そこにね、新しいルーティンを加えるってできないんですよ。だって1日24時間だから。そして1個加えようと思ったら1日25時間にしなきゃいけないみたいな話になってくるけど、それが不可能のね。だから何にも今までのものを変えずに新しいルーティンを入れようっていうのはまず無理なわけ。だからまずスペースを空けるってこと。でスペースを空けるって何かっていうと、今までね、やってたけど無駄な時間、それをまず、削除するってことだよね。それが重要で、そのためにまずね、やった方がいいかなと思うのは、1週間の振り返り、1週間とりあえず何をやってたかっていうのを、自分でつける。それを振り返った時に、あ、この時間無駄だなっていうのがあったら、無駄な時間っていうのを、まずね、削除して、その上で、ね、自分の生活にですね、スペースを作るっていうのは重要で、ただこのスペースもね、毎日違う時間じゃまずくて、俺は毎日同じ時間に何かやるべきだっていうふうに思ってるんですよね。そう考えると結局ね、一番いいのは朝1時間早く起きることなんじゃないのっていうので、俺はいつも早起きを進めてるわけですよ。で早起きするってことは、何を捨ててるかっていうとね、今まで1時間寝てた分を捨ててるってことなんだよ。っていう意味で、それを捨てて、そこで朝にスペースを持っていく。そして朝、今まで寝てた時間を新しいルーティンの時間にすればね、自動的にスペースが空くし、と同時に同じ時間に、そのスペースを空けることができるようになるってことだよね。これがまず1個重要なこと。そして2個目が、環境で、結局ね、どんなに、ね、時間を作ろうが、どんなにルーティンをやんなきゃいけないと思おうがですね、人間ってやっぱ同じ環境にいるとですね、結局同じ生活をしがちなんです。同じ習慣を、呼び戻してしまうんですね。だからどうせなら
何かね新しいルーティーンを、自分の人生に取り入れる瞬間にですね引っ越しをするとか、転職をするとかっていうのをなんかお勧めしたいなというふうに思います。そして3つ目がですね本を読むということです。これは何かっていうと環境を変える、物理的に環境を変えるってやっぱ大変は大変ですよね。まあ簡単に引っ越せとかね、俺とかが引っ越さない、引っ越しもできないやつは人生変えれるかってなんかちょっとね暴言的なことを吐いたりとかしますけれども、確かに環境を変えるって大変なんだよ、そう簡単じゃないよね。例えば家族がいる人だったらいきなり引っ越すってそんな難しい、そんな簡単じゃないよねっていうのはあるわけ、そんな中で、環境を変えるね、物理的な環境は変えなくても環境を変える方っていうのはあるなと思ってて、それは何かっていうと頭の中を変えるってことなんだよ。これは何でかっていうと、まあ俺らはそのね脳が認知した通りに要するに世界を見ているわけです、だから今までね同じ場所にいても頭の中の情報が変われば見える世界が変わるわけです、これはどういうことかっていうと、例えばなんだろうな、まあ例えばね本当によく例としてあるのが、まあ現実問題として、ね、今自分がね住んでる場所がありましたと。でそれが、たまたま後から知ってね有名人が住んでた家だったと言ったら、まあ、それだけでですねそのイメージっていうか、あ、自分のその住んでた場所っていう感覚がね変わるし、そもそもその有名人にの見方が変わるわけですよね。あ、俺と同じところに住んでたやつなんだみたいなイメージになるわけじゃないですか、それだけでもなんか見える世界っていうのがどんどん変わっていくわけですよね、だからそういった意味で頭の中を変えると、人間っていうのは見える世界が絶対変わっていくわけですよ。で知ってるものが増えたら、見えるものが変わるのと一緒ですよね。だってもともと知らないもの、だから知らない音楽っていうのがあったけど、ある時その音楽が誰が歌ってるか知ったと、そしたらその瞬間からその音楽を聴いた時に耳に入ってくるとかも含めてね、見えるもの、耳に入ってくるものっていうのが頭の中の情報を変えることによって変わるわけです。だからその時に本を読むっていうのも結構重要だと思ってて、それにまつわるね新しいルーティンにまつわる、例えば俺は禁酒っていうのをやるにあたって、まあ、上を向いて歩こうっていうね本と、シラフで生きるって本ね、小田島隆さんのが上を向いて歩こう、ね、でシラフできるっていうのは町田光さん、こちらのね本を読んで、まあ、さらにですね自分の中で禁酒への、ね、思いっていうのを強めたという覚えがあります。ということでですね、まず90日間続けるために何をすればいいかというね3つのポイント、スペースを作る、環境を変える、そして本を読むという3つを、今日はご紹介させていただきました。引き続きですねメルマガ LINE に登録してくれたらプレゼントを差し上げてますんで、ぜひ、こちらの方に登録してくれると嬉しいです。またお会いしましょう。